岩間駅は、茨城県笠間市下郷にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。当駅は、笠間市の南部に位置し岩間町の中心駅である。あたご山と毎年12月の第3日曜日に、悪態祭りが行われる、あたご神社、飯綱神社の最寄り駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、京場駅舎を有する。以前は、 中線があったので上下線が離れている。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、友部駅が管理する、自動券売機、自動改札機が設置されている。夜間早朝は無人になるため乗車駅証明書、発行機も設置されている。岩間駅周辺整備事業により、京上駅車課、駅東西自由通路、アイロード、駅駐輪場、 都市計画道路、駅東大通り線、国道355号線につながるアクセス道路の建設が行われ、2012年7月24日に完成した。現在では都市計画道路が着手されている。当駅から岩沼駅まで、水戸総合指令室で管理している。発車メロディは2012年7月24日の京上駅舎完成に合わせ、 隣接する友部駅同様に、笠間市に、ゆかりのある歌手、坂本九の各局に変更された。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1063人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。岩間駅周辺、旧岩間町の中心部である、岩間駅前通り茨城町方面への路線バスが、発着する。注射区主店。 ありがとうございます。